バビチミハーイは、ハンガリーの詩人、小説家、翻訳家。1901年から1905年まで、ブダペシュト大学にて学んだ。在学中には、コストラーニ・デジェイ、ユハースジュラと出会っている。もともと教師を目指しており、バヤ、セゲド、ホガーラス、ウイペシュト、ブダペシュトの教師を歴任した。私的業績が文学史に刻まれるのは、 1908年以降のことである。この年の夏、彼はイタリアに旅行し、ダンテに興味を持った。その後もたびたび、イタリアを訪れたが、この経験がきっかけとなり、新曲を翻訳することとなる。地獄編は1913年、煉獄編は1920年、天国編は1923年に訳された。1918年の革命の直後、 ブダペスト大学の教授に就任し、世界文学とハンガリー現代文学を担当。しかし間もなく、革命政府は上落し、反戦主義者だったバビチは左遷されてしまう。1911年以降、継続的にニュガトへの投稿を行うようになる。1921年、イーロンナ・タナーと結婚。イーロンナは、後にソフィー・ TRKK の名で詩集を出している。 1923年、エステル・ゴムへ移住。1927年には、キシュファルディ協会のメンバーとなるとともに、バウムガルテン賞のキュレーターとなる。1929年、ニュガトの編集長に就任。1933年までは、モーリツ・ジグ・モンドと共に務める。その後、死去するまでこの栄誉ある地位に留まることとなった。1937年、石より、 高等岩の宣告を受ける。古典文学とイギリス文学に影響を受けた助教師で知られる。その他、論文執筆活動、翻訳活動も行った。翻訳した文献は、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシア語、イタリア語、及びラテン語。ありがとうございます。